リチャード・パイプスは、ポーランド出身で、アメリカ合衆国の歴史学者、ハーバード大学名誉教授、専門はロシア近現代史、ポーランドのシロンスク県出身生まれ、ナチスの迫害を逃れて1940年にアメリカ合衆国に移住し、1943年に帰化、マスキンガム大学を卒業、コーネル大学とハーバード大学の大学院で学び、 ハーバードで歴史学の博士号を取得。1950年から1996年までハーバード大学で教弁をとる。1968年から1973年までは同大学ロシア研究センター所長を務めた。1970年代、中央情報局スタッフによるソ連分析に不満を持っていた。 ジョージ・ブッシュ長官によって設立された、CIA 外の専門家からなる、分析部隊、チーム B の座長に就任し、従来の分析に比して、ソ連の持つ、国力、脅威を極めて高く見積もった分析を提示したことで、評判を呼んだ。レーガン政権期の1981から1982年に、国家安全保障会議ソ連、東欧部長として、対東側政策に関与した。 中東イスラーム研究者のダニエル・パイプスは息子である。2018年5月17日、マサチューセッツ州ケンブリッジの養護施設において、英民した。2018年5月17日、ありがとうございます。